ロレックスのバブルバッグですけれども、やはりまあ3ピースの方が個人的には好きなので、ちょっと3ピースのロレックスをやります。見分け方なんですけど、こうラグのところのところですごいだれてる感じが、やっぱあの3ピースの特徴ですよね。まあこれはまあカバードですけれども、これはですね、まあピンクゴールドっていうかローズゴールドのカバードなんですけれども、まあバブルバッグの中では、まあ、最高級品ですよね。ローズゴールドのリファレンスで言うと3065ですね。で、文字盤はセミユニークのオリジナルダイヤです。まあ、ちょっとよく見ててください。これオリジナルなんで、そんなにオリジナルはですね、リダンほど派手じゃないですね。それがよくわかりますね、これ見ると。だからその、ちょっと派手に見るやつは、リダンなんですよね。本当はこう、本当の、あの、ユニークとかセミユニークダイヤルは、渋い感じですよね。まあでも珍しいですけれどもね、今となったオリジナルダイヤルっていうのは。あまりにこう偽物が増えちゃってるんで。で、これ多分南米向けのカバードだったと思うんですけど。ピンクゴールド、ピンクゴールドですね、ローズゴールド。このラグのここですよね。これがカバードの特徴ですね。グイってこう下がってんの。わかりますでしょうか。グイって。えぐれて下がってます。で、これはやっぱり3ピースですね。やっぱりこのカバードが一番バブルのバッグの中では、まあ、貴重なんじゃないかなと思いますけれども。ロレックスが時計本体とバンドをどういう風にこう、ピタッと合わせるかっていうのを考えてた時ですよね。これはもう時計側の方で、こう、バンドのこう、隙間っていうのをわざとこう、持ってったっていうか、隠した構造ですよね。これが、フラッタです。すいません、ちょっとボケちゃって。よく映らないです。で、もちろん機械はロレックスの NA ですね。多分これももう相当あのいい機械が入ってると思います。エクストラプリマとかそういうものじゃないかなと思いますけどね、クロノメーター。で、3ピースですね、これも構造が。まあだからいいんですよね。まあ3ピースでできてるからこそ、やっぱり、リファレンスの3065ですけど、まあ30台はやっぱり3ピース構造がやっぱりきちっとしてますので。はい、これ3065です。まあこちらはちょっと裏蓋開けませんけど、あれですよね。金無垢の3ピースですね。これはもうもちろんリダーンで、文字盤ですね、これは。年代、あの、この文字盤の感じからして。でも3ピース構造ですので、まあ、いいですよね。第二次世界大戦の前のロレックスの設計ですよね。だから、5年間ぐらいはロレックスももう戦争で、主な輸出先のイギリスとかが、それほどもう戦争で売れなくなって、それで戦後になってアメリカ向けの輸出っていうのがメインになってきて大型化になってくるんですけど、これちょっとその前ですよね。はい。バブルバッグ